シェルドン・レナードは、アメリカ合衆国の映画界、テレビ界での草分け的存在のテレビプロデューサー、監督、脚本家、俳優。ニューヨーク市の中流階級のユダヤ人家庭で、父フランク・ベール社寺、母、アンナ・リーバイの息子として生まれる。1929年、シラキウス大学卒業。性格俳優として、素晴らしきかな、人生。脱出、野郎どもと女たち。 オープンシークレットなどの悪役を中心に脇役を演じることが多かった。口の片側を使って話す激しいニューヨークアクセントが特徴。カルト映画デコイでは悪役のキャラクターでハードボイルドな刑事巡査ジョー・ポルトガルを演じた。1950年代、ワーナー・ブラザースのロバート・マッキンソン監督の日本のアニメで平らなデブネコのドッツワース役で声の出演を果たす。 1940年代後半から50年代初頭、ラジオ番組、ザ・ジャック・ベニープログラムで風変わりな競馬の予想屋を演じた。駅、街角、デパートでベニーに、おい、ちょっと濃いよと不意に声をかけ、何をしていたか尋ね、無意味な会話をしたり、検討違いの競馬理論について語ったりする。競馬の予想屋なのに、ジャックが要求するまで、競馬の情報を話さなかった。 馬のことなんか誰が知るかが口癖だった。他に、ラジオ番組、底抜けコンビにも、脇役として出演したことがある。またラジオ番組、ザ・ードベンチャーズ・オブ・ザ・セイントにもしばしば出演し、悪役を演じていたが、映画版では、前人役を演じた。しかし現在彼の名が知られるのは、大ヒット連続テレビドラマのプロデューサーとしてであり。 ダニー・トーマス賞、メイベリー百十番、ザ・ビッグファンダイク賞、アイスパイなどを手掛けた。九百六十四年から九百六十六年まで、CBS で九百六十七年から九百六十九年まで、ABC で土曜朝に放送されていたポスト社の提供するシリーズのライナス・ザ・ライオン・ハーテッドのテレビコマーシャルで九百六十三年から九百六十四年の アイダコへの出演をしていた。1975年から1976年の1シーズンのみ、自身の番組ビッグエリーで大きなスポーツ施設のオーナー役で主演していた。1960年のダニー・トーマス賞のエピソードで後に放送されるメイベリー110番のアンディ・テイラーが紹介された。非公式であるがパイロット版として新番組の主人公であることを前提に、 新しい登場人物として出演させた。また、ミッキー・スピレインと共にミラーライトの初代広告等であった。特徴ある話し方で、ミラーライトには最初は気乗りしなかったんだ。でも友達のラージルイースに説得されたんだ。と語った。俳優活動終盤の一つは連続テレビドラマ、チェアーズのゲスト出演で、ノーム・ピーターソンのお気に入りレストラン、ハングリー・ヘファーの店主を演じた。 89歳で老衰で亡くなり、カリフォルニア州カルバーシティの昼イの記念公園墓地に埋葬されている。1966年、ビル・コスビーはコメディアルバムワンダー・フェルニスのナイアガラ・ホールズでナイアガラの滝に新婚旅行に行った設定でレナードのモノマネを披露している。シットコム、ビッグバン、セオリー、ギークな僕らの恋愛法則の脚本家が、 レナードのファンのため、登場人物に、レナード・ホフスタッターとシェルドン・クーパーと名付けた。ありがとうございます。